おはようございます。今から10年ほど前、信じられないある言葉を耳にしました。コスタリカです。場所はコスタリカ。あるスラーっとした美しい女性が言いました。家を売るのは簡単よ。人は感情で家を買うの。はあと思って、この人何言ってるんだろうと思ったんですけど、でも、いや、確かにそうかもしれないと思ったんですよね。あ、この人の言うこともうちょっと信じてみようかなと思ったんですけど、そこはどういう会場だったかっていうと、まあ、今から10年ほど前、まあ、2008年ぐらいですよね。自分はコスタリカの不動産を扱う資格を取るために勉強会に行ってたんですよ。そこでその不動産のお姉さん、まあ、今までキャリアがあるっていう、まあ、要するに先生ですよね。先生がそこに行って言ったのが、人は感情で買い物をしますから、家は売れます、安心してくださいって言ったんですよ。で、コスタリカっていうのは当時、まあ、不動産バブルっていうこともあって、少し日本と違う。日本だとなんかこう、家の価値ってどんどん下がっていく、まあ、土地は上がっていくかもしれないですけど、家の価値って下がっていくじゃないですか。でもコスタリカってなぜか家の価値が上がっていくんですね。今はどうかは知りませんけど、10年ほど前は家の価値が買った時よりも必ず年何パーセントだったかでこうぐーっと上がっていくんですよ。それも結構いいパーセンテージで上がっていくっていうことで、なんでこんな不思議なことが起こるんだろうと思ってはいたんですけど、やっぱり狭い、まあ、家が狭くて、そして人がどんどん増えているっていうことが、まあ、背景にあったのかなと思います。ちょっとこの辺りは置いておいて、その古い家なのに価格がどんどん上がっていく、この家をどうやって売ったらいいのか、なんか日本人の感覚からすると、なんか騙しているような、そんな気がまあしたわけですよ。それを売る、これはハードルが高いなと思っていたらの、その先生の発言で、大丈夫、人は感情で家を買うから。どういうことかなと思って、まあ、ちょっと今日はそれを紐解いていきたいと思うんですけれども、そういえばということで思い出すんですけど、自分も実はコスタリカで家を買おうとしたことがあるんですよ。買いかけたことがある。もう実際もうお金まで用意をして、いざ買おうということになって、最終的な段階になった時に、実は一緒に買う人がいましてですね、共同購入しようということになったんですよね。その人が、まあ、やめたって言ったんで、まあ、流れたっていう話があったんですけど、その共同購入者っていう方は結構もうコスタリカに、まあ、定年後に移住されて、まあ、そこそこいいお年になってたんですよ。もう70ぐらいだったかなと思うんですけど、70ぐらいの、まあ、女性の方で、一人っきりでずっとこれから住むのは寂しいし、まあ、自分には痔があって時々痛むし、病院にも行きたいし、犬もいるし、自分が倒れたらその犬が一人ぼっちになって残されるのかわいそうだし、まあ、何年生きるかわからないけど、まあ、家を自分名義で買ってても身寄りがないから残す人もいないし、だから、まあ、一緒に買いませんかっていう話で、まあ、自分のお世話をしてね、犬の死んだら、犬のお世話をしてね、そして時々自分を病院に連れて行ってね、みたいな、車は自分の使ったらいいからねっていう、そういうかなり自分にとっては美味しい話がありまして、まあ、家の価格がまあ300万、こじんまりとした家だったんですけど、まあ、なかなかロケーションも良くてですね、もう窓からはもうジャングルが見渡せるというか、まあ、コスタリカの自然いっぱいな大自然を感じられて、で車もついてきて、家もついてきて、まあ、犬は、まあ、個人的にはあんまり好きじゃないんですけど、家の中でこうペットを飼うっていうのがあんまり好きじゃなくって、どちらかというとコスタリカの自然の中の生き物をめでるっていうのが、まあ、好きだったんですけど、その自然も家からすぐ近くにあって、まあ、車でちょっと走ればウミガメに会いに行ったりとか、ケツァールを見に行ったりとか、いろんな鳥とか花とかカエルとか、なんとかジャングルツアーとか、ラフティングツアーとか、まあ、とにかくいろんなアクティビティが周りにあるわけですよ。こりゃいいなと思って。で、コスタリカに家を買ったら、そうですね、まあ、現地の暮らしっていうのにだいぶ慣れてきて、その現地の様子だとか、まあ、もちろん言葉もわかるし、文化もわかるし、人の考え方とか価値観とか世界観とかもわかって、いやー、なんかコスタリカ交流協会事務局長のタカキートさん、やっぱり現地に詳しいねとか、現地に家を買ったんだってとか、なんかいろいろちょっと自尊心もくすぐられたりしてとかっていうことで、いいなと思ったんですよね。あ、
ちなみにこう現地の人とこう毎日スペイン語なんかで話してたらスペイン語も上達するし、スペイン語、まあ、今でこそオンラインのこう仕事っていうのすごくやりやすくなってますから、例えばスペイン語なんかを日本でスペイン語勉強したい人たちに教えたりとか、まあもしかしたら逆に今日本語熱はすごいすごいですからね、すごいすごい、日本語熱はすごいですから、コスタリカとか現地で日本語を教えて生計を立てたりとかっていうことももちろん可能だと思うんですよ。だから、まあ、いろんな夢が広がって、なかなかいいな、しめしめ、300万の折半で150万、これはかなり買いだと、まあ、思ったんですよね。まあ残念ながら流れてしまいましたけど、もう自分もすっかり買う気になってたんですよ。お金も用意したっていうことで、改めてその不動産の先生が言った人は感情で家を買うっていうのは、その通りだなということを、まあ、改めて実感をしたこともあるということなんですけど、なんか家を売るとかってすごい難しいと思いませんか？こうすごい大きな額の、まあ、コスタリカだからまあ300万の半分の150万とかということで、大した金じゃないじゃんとか思うかもしれないですけど、まあ、日本で家を買おうと思ったら本当何千万の世界ですよね。退職金分ぐらいは取られていくんじゃないかなって思いますけど、そういう大きな買い物をする方もかなりこうドキドキしますけど、それを売る側もセールスを仕掛ける側もかなりドキドキします。どうやってこのお客さんに納得してもらって買ってもらうか、いろいろ家の説明とかをしますよね。コスタリカでも習いました。コスタリカの家を見る時のポイント、こういうところ雨がこういうふうに当たってくるから、ここが傷みやすい、まあ、屋根のひさしの部分、ここは傷みやすいからここがどうなっているかとか、そういうところを見なさいとか、なんか床がどうのとか、まあ、いろいろ習いましたけど、そういう、こう現状とかスペックとか、そのあたりの治安はどうかとか、木製だとか鉄骨製だとか、まあ、いろいろありますよね。そういう内容とかクオリティとかに目を向けてしまうと、似たような物件ってはっきり言ってたくさんあるわけです。似たような物件でかつ価格の低いものっていうのも探せばたくさんあるわけですよ。そういうところと勝負してしまうと、負けるというか、まあ、お客さん側からも「いや、日当たりはどうですか？」とか、ここの台所水回りはどうなってますかとか、お風呂のこうなんて浴槽の材質は何ですかとか、もうとにかくいろんな質問が出てくるわけですよ。でもそういうもので、まあ、内容とかスペックとか価格とかそういうもので売ると、お客さんの変な知識とかがスイッチオンになってしまって、売れなくなってしまうって話で、そうじゃなくてお客さんの感情を動かす、もうはっきり言って、例えば、まあ、全然別の話ですけど、目つきあるじゃないですか。のどつきとか目つきとかされると、もういててててって、もうちょっとピッて触られただけで勘弁してくれってなりますけど、と急所ってあるんですよ、人間の急所。さっき言ったスペックっていうのはどちらかというと、もう触られても、もうはたかれても痛くないところっていうか、なんとでもなる部分でも、目ん玉をこう手でグイッてギッて触られると、参りましたってなるんですよね。それがまさに、そういうトリガーが人間の感情にはあって、その感情さえこちらが分かると大きな家でも売れるわけですよ。まあ自分の場合トリガーっていうのが本当にしょぼかったなって思う、今思えば思うんですけど、そのトリガーなんかっていうと、まあ半分はその高齢のおばあさんに同情したっていう気持ちがあったと思うんですよ。まあ自分はそんな生き物が好きじゃないけど、一匹残されていく自分の愛犬をちゃんと面倒見てくれる人が欲しいと。というところに同情したとか、その一人でこうこれから自分で運転とかもできなくなって、病院とかも行けなくなって、家で苦しんでるとか、一人でそのまま孤独死してしまうおばあさんがかわいそうだなとか、まあそういう身寄りもなくって、犬もその後死んでしまって、誰もいなくなってしまった、そのガランドになったその家を、誰か悪い人がやってきてそこに住み込んだりとか、それを売り飛ばしたりとかして、ああそれだったらその人浮かばれんだろうなとか、まあいろいろなことを考えたわけですよ。まあ自分はどちらかというと、
ずっと誰か一緒に、常に人と一緒に住んできたっていう、まあ、アメリカに留学してずっとあの寮だったりとかホームステイだったりとか、アルゼンチン住んでた時もあのこうホストファミリーがいてそこでお世話になっていたとか、とにかくいつも人と住んでたんで、あんまりこう人、誰か知らない人と住むっていうのは抵抗が、まあ、あんまりない方だっていうのもあったんで、まあ、自分行けるかなとまあ思ったんですけど、あの、まあ、少し、まあ、介護には手こずるかもしれないけど、それをあのその介護を乗り越えた先にはもうあなたのものにしていいですよっていう家がありの、こうコスタリカにマイホームが持てのあのコスタリカに家があることでなんかいろんな仕事ができたりとか、周りが自然に囲まれていていつも気分がリラックスしていたりとか、美味しいコスタリカコーヒーを朝に10時にお昼に3時の時間に夕方に、まあ、夕食の時に1日5回も飲んだりとか、あコスタリカコーヒーでオーガニックコーヒーでエネマし放題だなと、まあ、いろんなことを考えたりとかするわけですけど、あの本当ちょっと、まあ、幼稚だったといえば幼稚だったかもしれません。一応、まあ、大義名分を言うとすれば、あの自分はあの岡山出身なんですが、岡山市ってあのコスタリカのサンホセ市と姉妹都市縁組なんですよ。それが縁で、まあ、自分はあのコスタリカ交流協会の事務局長させてもらってるんですけど、あのそのコスタリカ交流協会のなんか現地事務所みたいなのも向こうに持てるかなとか、そしたらちょっとこうそこにいろんな人を招待して、もうまさに岡山とコスタリカの架け橋、そしてあの岡山とサンホセだけじゃなくてコスタリカと日本の架け橋になれるかなみたいな、そんなことを思ってたわけですよね。まあ結局その時はあの自分に決断権がなかったんだ、決定権がなくって、そのまあ家が欲しいわって言ってるそのおばあさんが、まあ、決断権を持っていて、そのおばあさんに、いやあなたとお話ししてても案外つまらないわねって言われてあのそれでまあポシャったっていう、あと犬があんまり好きじゃないっていうことがバレてしまって、あのそういう人にはちょっと任されないっていう、まあ、その2つがですね、大きなネックになって、自分に決定権がなくミスミスすごいいい物件を見逃してしまったということで残念なんですけど、あの時にはね、やっぱり自分も急いで決めてしまったっていう思いがあるんですけど、今、まあ、10年ロスしてしまいました。あの家を手にすることなく、まあ、10年過ぎてしまって、ちょっと悔しい思いは、まあまあ、若干してるんですけど、まあ、その10年のおかげで、まあ、自分は今ここを、まあ、自分では、東洋のモンテベルデって呼んでるんですけど、そういう新城村っていう場所で、まあ、暮らしていて、そして、まあ、家族ができて、子供と妻ができまして、まあ、幸せに暮らしているっていうことで、まあ、結果的には、まあ、これはこれで良かったかなと思ってるんですけど、今度ですね、そういう、まあ、チャンスがあればですね、あの自分でちゃんと、まあ、こうここは目ん玉を押されるような、そういう感情トリガーにこう動かされるだけじゃなくて、ちゃんと冷静に、あこれこれこういう理由で自分はこういうところに住みたいんだっていう、ちゃんと目的を持って自分の理想が叶うような場所っていうのをちゃんと決断できる決定権というのを持ちたいなと思うんですけど、なんかそういうかっこいい父親でありたいなっていうことをまあ思うわけなんですけど、今度はですね、まあ、自分の今の、まあ、2018年の夢としたら PTX、まあ、PT ということで、世界中にですね、まあ、コスタリカに限らず世界中に、まあ、日本も含め、5つぐらいフラッグを立てておきたいなと思ってるんですよね、うん。まあ、この話はまたいつかできるかなと思うんですけども、まあ、日本でずっとこのまま住むのか、それとも、同じコストで海外のいろんなところに拠点を持って好きに自由にいろんなビジネスを展開したり、プライベートライフを満喫したりっていうことをするのかっていうことを今、ワクワクとしながら考えているところです。あコスタリカいいな、なんか行きたくなってきましたね。コスタリカの大自然が、とても好きなコスタリカ交流協会事務局長タカキートのたわごとでした。今日もお付き合いいただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう、明日お会いしましょう。チャオ。